岩ひばかは、日陰のカズラ植物門に属する、トカの一つである。その姿は、日陰のカズラかのものによく似ているが、いくつかの点で異なっている。岩ひばかは、岩ひば族のみを含む。この族には、約800の種が知られ、日本からは17種が知られているが、栽培されているものもある。地上生のものから、岩や樹上に着生するものまである。形態は様々で、 基本的には細長い茎が枝分かれしながら伸び、その表面に輪片状の葉を密生する。クラマゴケのように小型で這い回るものは苔のように見える。肩ヒバやコンテリクラマゴケのように一部の枝が立ち上がって一般のシダの葉のような姿になるものもある。岩ヒバの場合には根などが集まって直立した家系を作り、その先端に枝が集まるので、 小さなヤシの木のような姿となる。これらの特徴は、日陰のカズラカのものと共通する点が多く、類似した姿のものもある。一般的には、日陰のカズラカのものは、茎の周囲に螺旋状に葉をつけるのに対して、岩ひばかの場合、茎に腐敗があって、葉にもそのような区別があり、やや扁平な姿のものが多い。しかし、このような区別以外に、 重要な差が二つばかりある。一つは、ンネ体の存在で、もう一つは、胞子と全容体の性質である。ンネ体は、岩ひばかと、水にらかに見られるもので、茎から下に伸び、そこから根を出す構造である。クラマゴケ類では、観察がたやすい。地表を横に這う茎の分子部から出る茎金のようなもので、下向きに伸び、その先端部からは、根が、地中に伸びる。 見かけ上は、種子植物の既婚のようなものである。これが茎であるか根であるかについては、長く議論の対象となってきた。根であるとする説の根拠は、根と同じく性のく性を表し、構造的にも根と同じである点で、しかし根毛や根感がない点では根とは異なる。また、茎であるとの説もあるが、戦術のように根に近い性質が強く、 葉を生じない点などで茎とは区別できる。むしろ根を生じる茎のような構造として、この類では根、ね、茎、葉とこの単根体の4つから植物体は構成されているのだ、との考えもある。岩ひばかの胞子は茎の先端部に多数の胞子葉が集まってできた胞子葉帆の部分にできる。胞子脳は胞子葉に包まれるようにして一つずつ生じるが、 これには大方子脳と小方子脳の区別がある。両者は外見上の差はほとんどないが、大方子脳ではその中に4個の大方子が、小方子脳には多数の小方子が作られる。大方子からは姿勢の、小方子からは優勢の全容体が生じる。このような性質は、原生のシダ植物では、岩ひバか以外では、水ニラとトサもモや、電磁草など、 水星しだるいだけに見られるものである。この胞子が発芽すると全葉体になるが、岩ひばかの全葉体は特殊で、胞子の壁を破って外へ伸び出すことなく、胞子の壁の中で成熟する。このような全葉体を特に内生型という。有性の全葉体では、胞子の内部に造成器が形成されるような格好になり、破れて生死を放出する。 生死は先端に2本の弁合を持つ。姿勢の全容体の場合、胞子内部は細胞分裂し、胞子の壁の一部が破れて全容体の一部がそこから顔を出し、そこに若干の根と増乱器が形成される。このような全容体を形成するのは、原生のシだ植物では岩ひばかだけであるが、外で大きく発芽せずに発達する、体は、出植物と、 共通する特徴である。岩ばかの全容体の内部で受精が起こり、肺が発達する形は、種子植物の肺脳において、卵細胞が受精して肺が発達するのと同じ形である。岩ばかにおいて、大胞子が胞子脳内で発芽し、小胞子がそばに飛んできて発芽することで受精が起これば、これは出子植物の受粉とほぼ同じ現象にあたる。実際に、 そんな風にして発芽するものもあるようである。さらに、大放子脳の中の放子が1個だけになり、放子脳を包む殻が放子葉から生じて、放子が外に出ずに発芽すれば、これを種子と呼ぶことができる。現在の種子植物はすべて、オーバルに由来するものとされているが、かつては、商用類にも種子を持つものがあったとも言われている。熱帯を中心に世界に八百種が知られる。 歯がすべて同型なものを、コケすぎランアー族サブジェン、サラジェニラと、歯に苦手がある、岩ヒバア族サブジェン、ストシゼネンドラムを区別することもあり、族の段階とする説もあるが、定説はない。日本産の代表的なものを挙げる。岩ヒバカサラゲネラッチ。ありがとうございます。